皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドボディからマンソリーゲレンデの続きをお伝えしたいと思います。こちらってまたいつもの下りをやると怒られそうなんで今回はやりません、はい、こちらなんとですね、全く同じタイミングでマットブラックのワイドスターが入庫してるってことです。今絶賛川久保くんが作業中でございます。まさか同じタイミングで同じこう、まあ、同じじゃないですけどワイドボディでなおかつ同じ色が入るという。でこちらはこちらでもすごいパワードーブも入ってるし、しかもルーフが絶賛作業中でございます。結構ルーフのこのライトとあとウィングはやっぱり日本だとこう高さの制限があるんで、結構ワイドボディ組んでもつけないなんていう方も多いんですけれども、やっぱりつけたらつけたでかっこいいんで僕的にはかなりおすすめのパーツです。ただつけるのはかなり難儀するそうなんで今川久保君が頑張ってるんですけれども、そして車自体はこんな感じでもう仕上げの状態、もう多分あと組み付けていく感じだと思うんですけどまで来ております。でカーボンパーツなんかは全部グロス であとこのダクトなんかもグロス でマットの車って結構そのカーボンも前回飯村店長も言ってましたけど、グロスにするのかマットにするのか、まあ、あとこういったアクセントのパーツも、まあ、グロスにするのかそれともボディ同色のマットにするのかでだいぶ印象が変わってくると思います。で今回はこのちょっとこう際立つというかアクセントだったりカーボンパーツが目立つツヤありの仕様になっております。そして横なんかももうだいぶ佳境ですかね。あとこの辺に多分イルミネーションのパーツ、この辺が多分配線だと思います、ついたりとか、後ろももうバンパー交換相当進んでおります。でこちらの車両浦和店のブログの方に多分近々アップされると思いますのでぜひチェックしてみてください。当然この純正ホイールのわけがないと思われます。お楽しみにということで、じゃあ続いてマンソリーのゲレンデを見ていきたいと思います。はい、こちらが前回ご紹介させていただいた車両です。もう基本的にはワイドボディフルキットなんで、もう取り外せるパーツ、フェンダーだったりバンパーだったりとかっていうのはもう仮合わせするために全部取り外してこんな感じになっております。もう仕事が早い。そして、まあ、浦和店のブログなんかでもちょっと出てましたけど、バンパーのここにバンパーじゃないですね、このライトのこの枠にこうバンパーがグサッと刺さるんですけど、ここが死ぬほど硬いと。でヘッドライトを交換するにもバンパーを外してこれを外さないとヘッドライトが取れないという、はい、毎回恒例の誰得情報でございます。なんで皆さんここのバンパーを外すときは気をつけましょう。そしてまあフェンダーだったりサイドステップなんかも全部外したりとかしてこんな感じに。で今回は全部その樹脂のパーツの塗装なんかも入ってるんで、まあ、ドアミラーとかドアノブなんかも全部やってあります。ここも外して多分今塗装の工程に入ってるんだと思われます。であとはリアバンパーなんかもしっかり外してご覧ください。リアゲートがない。なんとリアゲートに関してはこれ開けてあるのかな、はい、触らないようにしましょう、はい、リアゲートに関しては今背面タイヤレスにするためにスムージング中でございます。それちょっと水飛び場にあったんで後で見てみたいと思います。でこんな感じで本当に元に戻るのか毎回心配になっちゃうぐらいバラバラになっております。あとはキャリパーですね。今回ちょっとあれこれプラティングシルバーって言ってたんだっけ、はい、まだキャリパーの方は触ってないんですけれども、この辺なんかもガラッと変わるポイントなんで皆さん覚えておいていただけるといいんじゃないでしょうか。で結構コンプリとかで、まあ、キャリパーペイントなんか、まあ、定番のカスタマイズなんですけど、もう全然リップだけとかパードームとセットでとかそのぐらいでもキャリパー変えても結構目立つと思います。まあお好きな色にカスタマイズできますんで、僕のおすすめはなんかちょっとしたものに合わせるのがおすすめです。内装だったりとか、はい、だから白の縫製連だっけ、白の内装で白いキャリパーとか、まあ、洗車めちゃめちゃ大変そうですけどやったらかっこいいんじゃないかなと思っちゃったりします。はい、こちらが足付けの作業が中心に行われている水研ぎ場でございます。もう大量のパーツが今足付けの作業をされております。こんな感じでせっかくツルツルだったカーボンも全部一回ペーパーを当ててこんな感じに仕上げております。多分この辺全部そうじゃないかなと思います。これバンパーのとこかな、これもそうかな、はい、だと思います。でこちらがマンソリーのバンパーの形状に合わせて作り直したナンバーベースです。要はここの形が合わなくなっちゃうんで、ここを、まあ、裏側からもしかするとちょっと分かると思うんですけど、ここのところを継ぎ足して、はい、やっぱりこの辺浮いてたり角度がおかしかったりするとダサいんで全部この辺も全部やり直しております。であとこっちがバンパ
これも全部足付けしてこんな感じで仕上がっております。まあ、塗っちゃうと分かんないですけど、まあ、こういう細かい作業が全部行われております。であとはこちらがもうスムージング済みのリアゲートということで、これが多分 この辺にその背面タイヤをつけるためのこう出っ張りがあったんですけど、それも取っちゃって、同じこのアルミ、これは高橋さんこれアルミですよね、はい、アルミのパネルをこう貼り付けて、まあ、要は違うパネルだとこう熱膨張とかこう歪みが出ちゃうんで、同じアルミを貼り付けて全部平らにしてスムージングをしてると。でこれをちゃんとやらないと跡が出てきちゃったりとか、パテ大量に使っちゃうとパテの芽が出てきちゃったりとかするんで、まあ、そういうのがないようにもうしっかり全部もう下地のとこから仕上げてるそうです。でやっぱりこうスムージングってこう好き嫌い分かれると思うんですよ、ゲレンデ。だから結構リアのイメージ変わるんで、まあ、僕的にはまあガラッと変えたいとか、ちょっとこうアーバンな感じに仕上げたいんであれば背面タイヤレス非常におすすめです。ただ締まりは若干悪くなっちゃうという、はい、まあ、リアゲート重さがなくなっちゃうんで、ちょっと締めるにちょっと力がいるようになっちゃうんですけど、結構目立つカスタマイズなんで、まあ、興味のある方は挑戦してみてもいいんじゃないでしょうか。そしてあとはリアバンパーなんかも、あ、ちょうど今磨いてるところですね。フロントバンパーのこのカサカサの状態に同じぐらいになるようにってことですよね。全部今高橋さんがこれ一回塗ってから磨いてるんですか。そうです、まあ、黒いところはサフェーサー入れて、あとは黒いのこれサフェーサーなんですね。黒いのはサフェーサーです、はい。このちょうどここがパーツ紹介の時に丸見えだったと思うんですけど、まあ、黒いサフェーサーを入れて、まあ、木はあるんで塗り分けがあるんで、あとは全部クリアで、ひたすらクリアで下敷きです。要はこう巣穴を埋めたりとか、はいはい、表面をこう整えていくわけですね。そうです、塗って磨いて塗って磨いて、はい、これはまだ全然こう序の口というか一番最初の工程なんですよ。そうです、ま、果てしないですね。まだちょっと先長いです。なるほど、はい、これって機械じゃ磨けないんですか。今手で全部磨いてたんですか。今こういう入り組んだところは全て手です。手の指の跡が出ないように、はい、ちょっと気を使いながら。あ、なるほど。手でこう力いっぱい入れちゃうとこう指が当たってるとこだけ。そうそう、本当にこうやって研いだらもう4本線が出ちゃったり。はあ。じゃあこれもじゃあただ磨けばいいっていうもんじゃないんですか。いや違いますよ。これ職人の勘と経験が必要なわけです。はい、でこういう平らなところはエアーで磨けるんですか。そうですね。はい、ああなるほど。ダルとかダブルで。はい。じゃあ結構それだけでも大変な。はい、特にこういう。最終的にはファイル使って手で研いでいきます。え、ファイル？当て板ですね。ああなるほど。はい、やっていくわけですね、はい、結構マンソリーなんかこう形がえぐいじゃないですか。えぐいです、はい、純正よりもはるかに大変なわけですね、はい、これを今から仕上げてるそうです。でここが前回言ってたそのナンバーがこうスポット入るところです。あ、そうですそうです、はい、どうしてもヨーロッパナンバーと日本のナンバーでその縦横の比率が違うんで、はい、この日本のバンパーはここに収まらないと。でこうつけるかと思いきやダサいんでちゃんとここにしまうというしまうというねでもちょっとなんですよね。ちょっとです、はい、もちろんその法規の関係で数字が見えなくなるほどこう入っちゃうと違反ですから、はい、まあ、ギリギリのその少しのとこだけ、はい、穴を開けて入れるというそんな加工もしてあるそうです。はい、ここで皆様にお伝えしたいことが2つほどあります。1つはですね、こちら前回飯村店長とペインターの高橋さんがすったもんとしてたこちらのボンネットなんですけれども、最終的に全出しになりました毎回こうどうにかこうふわっととかグラデーションでって言うんですけど、まあフォトショップでいろいろシミュレーションした結果、ちょい出しはやっぱりちょっとおかしいだろうということで、まあ他とのパーツのバランスもあるんで、まあ今回はこれ全出しでマットクリアで、はい、マットのカーボンでいきますというわけで、これから多分全部足付けされてもう一回クリアのツヤ引き塗ってマットクリアになるんだと思います。そしてもう一つこちらでございます。このオーバーフェンダー、これがですね噂によるとワイドスターよりでかいんじゃないかという、はい、話があるんでちょっと測ってみたいと思います。18センチぐらいある。でかくね？ただこれ車につけると、これ前回も僕知らないでハマっちゃったんですけど、要は少し被ると、はい、本来のフェンダーの位置を被る、まあ、このぐらい この今耳が出てるところですね、このぐらい被るのと、あとはそのフェンダーの角度が
こうなのかこうなのかによってだいぶその車幅が違うと。単体で測ると全然やっぱりでかい。でやっぱりペインターのあのボンドボディのスタッフの人も続けてワイドスタートを組んでるんですけど、もう持っても明らかにでかい気がするという。ただちょっと測ってこれがどうつくかによって車幅変わってくると思いますので、これもちょっと後でお伝えしたいと思います。で後ろなんかも後ろなんかももう本当にこうパース3体で測ると18センチぐらいあるんで、これ多分車につけても10センチぐらいワイドになるんじゃないかなと思います。なのでこの辺で結構そのホイールのマッチングとか、まあ、見せ方とかあと駐車環境とかいろいろ影響してくると思いますので、ちょっと完成の時に、まあ、測れるようだったらちょっと測ってみたいと思います。はい。でこちら全く別のゲレンデなんですけども、ちょっとご紹介させていただきたい作業なんでちょっと見ていきたいと思います。なんとこちらもともとこのボディカラーの車両だったのをなんとルーフとフェンダーを塗ってこれからツートンに仕上げるそうです。まあ、ボンドボディのブログ見てくださってる方だとご存知だと思うんですけど、まあ、そんなこともできちゃうという。で結構ゲレンデもツートンめちゃくちゃかっこいいんで、まあ、青とか赤とか、まあ、白黒とかあとはマットとクリアのツートンなんていうのも結構いけてると思います。で割と大掛かりな作業にはなるんですけれども、その分こう変えた感とかあと純正で設定のない外観にできるんで、まあ、その辺興味のある方はぜひぜひ各店までご相談ください。もうバッチリなコンディションで仕上げることができます。また登場高橋さんなんですけども、はい、今回はちょっとペイントの肝になってる、はい、マットについて教えてもらおうかなと思うんですけど、はい、マットってこれ具体的にどうすればいいんですか？マットは基本的に材料です。マットクリアを塗るっていう形ですね。それ工程的に言うとどうなるんですか？もうそのベースの色の時にそれになってるんですか？それとも最後の仕上げがマットのクリアですか？はい、そうです、はい、でそのマットのクリアっていうのはあるんですか？あります。ちょうどここにあります。あ、これ、はい、今回 RM の、まあ、こうサテントップと、シリカトップ、それ何が違うんですか？シリカが艶消し、はい、サテンは半艶です。はい、あ、そういうことなんですか？はい。え、じゃあ半艶具合を調整するにはどうすればいいですか？は混ぜてですね。はー。ちょうどベンツとかだと、まあ、大体75に対して25とかでうちはやってます。はい。あとはその塗り込み方とかでも若干こうあのマット感変わってきちゃうので。これ出てましたね。はい。はい、かその塗り方でもちょっと色味というか、そうですね、仕上がりが変わってくるというか。はい。もうそれはこういう風に塗りなさいよっていうのは当然ないわけじゃないですか。そうですね。勘と経験と、はい、そうですね、はい。自分が思い描いてたそうになるように混ぜて塗ると、はい。そうですね。じゃあだいぶ違いますね。マットで塗るって言ってもその職人さんとかそのお店とか、そうですね、設備とか、はい、で変わってきちゃいますね。はい、だからしっかりしたその知識とかがないと、はい、ただの艶消しなのか本当にこう艶消しのクリアが塗られてるのかっていう違いも、そうですね、ひどいのだと、はい、本当艶消しのクリアじゃなく、はい、ただの艶の引けた色がついてるだけなんていうのもあるんですよね世の中的には。まあまあ、そうですね、稀にあります。でこれはちゃんと純正のその最近純正でもマットカラーとかあるじゃないですか。はい、あります。それの塗り方のこう延長線上というか、そうですね、はい、をちゃんと応用していると、はい、でこれカーボンとかどうするんですか？カーボンにもこれを最後仕上げると。そうです、あの下地の方は基本、グロスで下地していって仕上げにマットクリアを決めていきます。カーボンだとでも半艶とかないですよね？できるんですか？あ、そうもできます。あ、本当にできるんですか？はい。でも全然艶のないカーボンから、はい、まあ、いわゆるサテンの、そうですね、半艶のカーボンとか、はい、それをやりだしたらキリがないですね。もうキリがないです視点がそれを言い出したらもう多分大変なことになります、ね、大変なことになっちゃう。ちょっとひっちゃかめっちゃかってじゃあ無茶な注文はやめましょうあ、これでできるんですね、はい、でこれ塗ると、はい、要はマットじゃないですか、はい、その後って触れないんですよね？触れないですね、はい、何もできないです。要は普通のツヤありのクリアだと磨いたりとか、はい、そうですね、ゴミついたらゴミ取ったりするじゃないですか、はい、どうするんですか？もうゴミついたら塗り直します。一発勝負なんですか？一発勝負。あ、そういうことなんですか？じゃあ本当に設備がないと、はい、いや厳しいですよ、ね、塗装ブースがあって、はい、ちゃんと冗談じゃなく、はい、あのビニールのやつで、そうですね、全部着て、はい、徹底して、はい、あ、だからもしかしてマット塗ってる時はあの ここまでのやつやってるとか、とか、はい、あとはまあ台ですよね、塗装セットする台も全部こう、はい、テープで巻いてホコリ出ないように。あ、そういうことなんですか、はい、じゃあもう普
通のなんか磨きの工程がない分簡単に終わるのかなと思いきや、いや逆なんですね、はい、マットは大変という磨けた方が全然楽です。でパネルとか大きければ大きいほどより大変なわけですよね、はい、そうですね、はい、それ例えばなんですけどその自己修理とかで直すのとかもこれを使って、はい、そうです、はい、最近結構ベンツ多いんで多いですよね、はい、そういうのもできちゃうんですね、はい、というわけでじゃあマットの塗装もできますということで、はいはい、できます。そして無茶ぶりはやめてくださいということで、はい、そんな感じでこれから作業が進んでいくみたいです、はいはい、というわけで今回はマンスリーゲレンデの続きをお伝えいたしました。あと1回ぐらい多分、ボンドボディの方の作業の動画をお届けできると思います。で最後は名古屋店で機体ホイールの取り付け完成をお伝えしますので、ぜひぜひご視聴ください。ボンドチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。